キーシュ島の海岸キーシュ島はペルシア湾の島。イランのホルモズガーン州バンダレレンゲ県に属する。面積約90平方キロメートル。2006年当時の人口は2万人。島の北部のハリーレには中世の公私国家時代の遺跡が存在する。キーシュ島の位置、キーシュ島はバンダレレンゲの西90キロメートル、大陸の海岸から15キロメートル離れている。 年間の平均気温は26度、年間降水量は約160ミリメートルで、雨の半分は冬季に降る。良質の地下水、平地に恵まれ、島内に河川は存在しない。島民の多くは島の北部、東部に居住する。シーア派のイスラム教が信仰されているが、スンナ派の神徒も少なからず存在すると思われる。 アレクサンドロス3世がペルシアを征服した時代、キーシュ島は交通の用地として知られていた。10世紀末にペルシア湾の交易都市シーラーアーフが地震によって壊滅した後、キーシュ島がシーラーアーフに代わるペルシア湾の海運、交易の中心地となる。10世紀末から11世紀にかけてアラビア半島のアラブ人やイランの諸部族が島に移住した。 クルド系のシャバンカーラ族の一派、あるいはダイラム系に属する部族集団のジャーシューが、島の支配権を握り、シーラーフ、インドやオマーンの講師に攻撃を行った。もともとは、遊牧集団の名前だった、ジャーシューは、ペルシア湾沿岸部では、船乗り、船員を指す言葉として使われている。12世紀から13世紀前半の期間には、 シラーフから移住したカイサルヤが島を支配する。キーシュの支配者は、インド洋西海域の海運と交易に強い、影響力を行使し、アデンの一部を併合し、インドのキャンベー、ソームナーと東アフリカの残住地方に居留地を構えていた。真珠もキーシュ島の重要な産業の一つで、ペルシア湾の主要な真珠採取場と集荷、販売を統制していた。13世紀に、 オマーンのカルハート、ズファール地方のミルバート、イラクのバスラで、海上交易と真珠の採取権をめぐって、ホルムズと対立した。13世紀初頭に、モンゴル帝国がペルシアに侵入した際、キーシュ島は一時的に、ホルムズを併合する。13世紀末からキーシュ島の支配者の応答は、サワーミリー家に移る。サワーミリー家は、南インドのマラバール。 コロマンデル地方の講師を支配下に置き、中国、東南アジア、インド方面への貿易活動は、キーシュ島の勢力によって、管理、運営されていた。キーシュ島とホルムズは、ペルシア湾、インド洋の海運と交易をめぐって、激しく争い、ホルムズが、キーシュ島によって支配されていたジャルーニ島に建設した、新ホルムズは、キーシュ島以上の発展を遂げた。 1323年、24年に、キーシュ島は、ホルムズによって併合される。キーシュ島は、中世の旅行家の気候文にも現れ、マルコッポーロの東方見文録には、騎士、イブンバットータの大旅行記には、カイス島として記されている。16世紀から17世紀には、ポルトガルの支配下に置かれ、サファビー朝の時代後キーシュ島は、イランの領土となる。 2020年7月、イランのメディアなどが、中華人民共和国との協定に、キーシュ島を対応する内容が盛り込まれていると報じて、波紋を呼んだ。キーシュ島は美しい海や、海生の多い気候を活用したリゾート地となっている。20世紀後半のパフラビー町の時代に、欧米型の観光地化が進められ、大型ホテルやカジノが建設された。 1979年のイラン革命後に一時的に衰退したが、1990年代の観光、経済開発によって、島の経済は回復した。観光業以外に、漁業、海運業、貿易業が、伝統的な産業として知られている。真珠の生産も、盛んだったが、20世紀半ばに、日本の養殖真珠が、 国際市場に普及した後に衰退した。自由貿易特区に指定されている。キーシュ島は空路によって、イラン内外の都市と結ばれており、島の中央には、キーシュ国際空港が置かれている。イラン本土のバンダレレンゲやバンダレチャーラクとの間には、船が運航されている。ありがとうございます。